はい、それではシビックですね、タイプ R 試乗インプレッション行ってみたいと思います。距離が 107,300 キロ、前期モデルのタイプ R ですね。仕様ですけれども、車外の車高調が、装着されていまして、まあ走りに関連するところでいくと、そこぐらいですかね。給排気系なんかも、ノーマルなのでとても静かな感じです。でクラッチのつながり、ミッション、まあ、特に違和感ないですね。乗り心地はちょっと跳ねが多いかな。あ、ブレーキの効きがすごくいい感じのタッチですね。立ち乗り向け乗りやすいで、カロッツェリアの、ハードディスクのナビついて地デジも、見れますね。まあ、ただちょっと古いモデルなので、地図情報がどこまで使えるかっていうところはあるかと思います。10万キロ走ってますけどね、アクセルのレスポンスなんかは全然いいですね。室内に入ってくるようなイオンとかもないですね。で、フロントリップ、装着されてるんですけども、パッと見ね無限かなって見えるんですけどね、こうバンパーとのクリアランスのところの処理が結構甘い感じなので、まあ、多分無限風なリップですね、これは。まあパート見はね結構スタイリッシュに見えてかっこいいですけどね。うん、まあこの足回りのところの羽ぐらいかな、街乗りで乗っててちょっと気になるかなっていうのはそこぐらいですね。はい、以上シビックの試乗インプレッションでした。